絶好調に。おはようございます。今日のひとりさんの言霊は、天に豊作を祈り、手は他を耕す、ありがとう言おう、ワクワク冒険しよう。お百姓さんは天に豊作を祈りながら畑や田んぼを耕しています。自分でできる努力を精一杯にして、その上で神様に豊作を祈っているのです。努力もしないでただいいことだけを願うのは怠け者ですね。ね、めっちゃワクワク冒険してます、いつも。ね、素晴らしい人生だと思ってます。で、ね、50過ぎてこうやってあとの半世紀またやりがいのある趣味を見つけたので、ちょっと今ね、糸をうまく不幸強化、月間中華ね、今日は糸ですよっ。至りますか。意外と、うん、ねえ、うん、うん、いい感じじゃないですか。よし、こんな感じで、じゃんじゃんバリバリ糸を、ね、ノーミスで吹けるように、頑張りますし。ではでは、今日もワクワク、冒険しましょう。よかったね、はい、ほ、ほ、ははは、ほ、ほ、ははは。イエーイ、ザ、イーザ。イエーイ、よし、大丈夫大丈夫かよ、大丈夫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 、なんとかなる大丈夫かよ、なんとかなる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 、ついてる大丈夫かよ、ついてる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 、よし。こういうかぼたんチャンネル登録、体に話、メンタルに話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。昨日久しぶりに心霊写真を見て、条例しときました。ね、やっぱね、なんていうかな、つく人はつくね。まああまり深く意味。では映画を作ってもらおう。ついてる笑顔で、ね。しプチ。あれ。